こんにちは、つちのこです。星のカービィスターライズのオリジナルサウンドトラック紹介しましたよね。実はこの中の説明書きに少しだけ誤植があって、その訂正の、よくね、製品版に訂正の紙が入ってたりするんですけど、今回はその訂正がね、間に合ってなかったということで、別途もう一つ送ってもらえることになりました。これ今日来たんですけれども、一人一人にね、こんなね、しっかりした封書送ってくるなんて、ちょっとびっくりですね。こんな対応はね、初めてかもしれない。むしろカービィの制作に関わった方々、儲けてくださいっていう感じなんだけど、これを送ることによって絶対的にこう収入が減ってるわけですから、確かに紙対応ではあるんだけどね、こういう風にちゃんと折り曲がらないように段ボールで仮止めされてますね。ちょっと読んでみましょうか。曲名誤植のお詫び。この度はサウンドトラックご購入いただき誠にありがとうございました。せっかくお買い上げいただいたところ大変申し訳ございませんが、ディスク 4-27 の曲名に誤植がございました。グラスランドステージセレクトがリップルフィールドステージセレクトになってたと。この一部分だけなんですよね。お客様にはご迷惑をおかけしましたことと心よりお詫び申し上げます。大変遅くなりましたが、正しい曲名を記載した帯とブックレットをお送りしますので、どうぞお納めくださいますようお願いいたします。このようなご迷惑をおかけすることのないよう細心の注意を払うとともに、お客様に新しい驚きや楽しさをお届けできますよう一層精進してまいります。今後とも星のカービィ並びに弊社製品をご愛顧いただけますようお願い申し上げます。なお本件についてご不明な点などございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。敬具。あはは、謝ってる。カービィとワドルディが謝ってる。いや、こちらこそこんな神対応していただいてね、ありがとうございます。帯と説明書をね、またするっていうのは結構大変なことだと思いますよ。こちらですね、ここですね。ディスク 4-27 グラスランドステージセレクト。これが間違ったやつ。だから一応レアになるのかな。あ、でも、初回限定生産版だから多分ね、購入したほとんどの人がこの2つもらえてるはずです。初回限定なんでね。わぁ。これ丸々一冊だからね、また。これもう一冊全員分に配るって結構な値段ですよ、これ。ディスク 4-27 リップルフィールドステージセレクトに変わってます。ほんとね、たったこれだけの違い。あ、なんか色違うな、ちょっと。ちょっと色違くない？ちょっとだけ。ディスク4のとこ。日焼けしてないよね。うちのスターライズ。なんか、色がちょっと、紫がかったり青かったりしてる。こういうところも、こういうところもね、コレクター魂をくすぐらされますね。ちょっと違うとこあるのかな、他にも。全部すり直したってことだもんね。ここら辺はさすがに変わってないか。前のそのままって感じかな。ハートの色が変わってたりする？光の加減とかもあるからね。ディスク4の27の部分が変わってますね。ちゃんとね、ディスク4-27、リップルフィールドに変わってます。ということでね、稀に見る神対応だったと思うんですけど、大丈夫かな？カービィのね、制作チームには、たくさんね、儲けてもらって、また次のね、神作品を作っていただけたらなと、僕は思います。涙のね、神対応だったかなということで、動画にしました。ほんとね、カービィを愛する人に対する、真摯な企業の答えって感じで、すごいね、素晴らしい対応だったと思います。ということで、今後もね、カービィをね、楽しみ続けたいと思います。よかったら、カービィ関係の動画ね、見に来てください。それじゃあ、つちのこでした。